はあ、うあれ、なんか腕にフリフリをつけた派手なおじさんがいる。あなたは一体誰？わしはマンボウ博士じゃよ。今日はカチンバチャンネルがマンボウを紹介するということでやってきたんじゃが、僕もカチンバチャンネルを見に来たんだけど、ここにはまだ誰も来てないよ。仕方ない、このマンボウ博士が勝手に解説を始めておこう。そこの僕、マンボウと聞いて思い浮かべるのは何じゃ？ね、水族館にいるでっかいやつ。おお、それはマンボウじゃ、マンボウじゃ。おじさんみたいな格好でうっって叫ぶやつ。あ、それもマンボウじゃ。あ、それがマンボウじゃ。いいの。それでは早速、マンボウとはどんな音楽なのか説明していくぞ。キューバがスペイン統治時代だった頃じゃの、アフリカから連れてこられた奴隷の人々が自分たちの音楽にヨーロッパの要素を取り入れ始めたんじゃ。そのリズムがだんだんと発展していき、キューバでダンソンという音楽が誕生した。で、そこによりアフリカ的なリズムを持つルンバやソンからの影響を受けて、チャチャチャ、そしてマンボと発展していったんじゃな。へえ、アフリカとヨーロッパの音楽が合わさってマンボになっていったんだね。でもなんかまだイメージが湧かないな。まあまあ焦るなよ。スペインの統治から解放されたキューバは、次はアメリカの統治があったんじゃ。アメリカそしてキューバね、自由に行き来することができたので、お互いいろんな文化に影響があった。キューバではアメリカのクラシックカーが今でも使われているようじゃの。同じ感じで、当時キューバのミュージシャンがアメリカで演奏することで、キューバの音楽はぐわーっと世界に広がっていったんじゃ。有名な歌手セリア・クルスもそうじゃの。マンボって今では知らない人いないと思うけど、どうやって今のイメージがついていったのかな。まずキューバのソンという、本来はアコースティックで演奏するのじゃが、それをピアノやエレキギター、エレキベースなど電子楽器などを取り入れて、今のサルサのスタイルでソンを演奏し始めるものが出てきよった。そこで代表するキューバの歌手がベニー・モレジャー。この後マンボは今の姿に変化することになるぞ。へえ、電子楽器とかを取り入れて演奏し始めたソンが初期のマンボってことだね。ねえ、ベニー・モレってどんな人？そう、マンボの立役者と言っても過言じゃない。ベニーモレはキューバ国民がとっても大好きな伝説的な歌手じゃ。サルサのボス歌手だの、オスカルデレオンも敬愛してるということでも有名な歌手じゃ。キューバでは定期的に彼の名前を付けたベニーモレフェスティバルが開催されるのじゃ。ラテン音楽独特のピアノのリズム、ソン・モントゥーノは知ってるかい？あー、ラテン音楽といえばこれだよねって感じるよね。そのモントゥーノをサックスやトランペット、保温楽器で演奏するようにアレンジしたのがあのペレス・プラドじゃ。これが現在知られているマンボの定義となっているの。なんでここ保温で演奏しようと思ったのかな。そこじゃ、ペレス・プラドはキューバからメキシコに渡って楽団を組んだのだが、メキシコのマリアッチやな、メキシコの音色がとっても刺激的だったらしい。それを取り入れたかったのじゃの。実際福岡からすると地獄だったと思うよ。じゃがこうして華やかなインスト音楽としてのマンボのイメージがついていったんじゃな。そうしてペレス・プラド楽団が登場し、マンボは世界中で大ヒット。こうしていわゆるビッグバンドの形が演奏されるようになったマンボは、アメリカのグレン・ミラー・オーケストラなどのビッグバンドへの影響もあったようじゃよ。そういえばマンボって日本の曲のタイトルにもよく聞くよね。そうじゃの。第二次世界大戦後のアメリカの元にあった日本は、アメリカで流行ったものがいち早く流行るようになったんじゃ。アメリカや世界でマンボが大流行した1950年代、
同じように日本でも流行ったんじゃよ。僕のおばあちゃんがよく子守歌で歌ってくれたよ。お祭りマンボ。美空ひばりは最高じゃよ。またマンボはパラパラのように当時の流行ダンスとしてあちらこちらでクラブで踊られていたんじゃ。博士もたくさん踊ったぞ。そしていよいよ運命の日がやってくるのじゃ。有名なチェゲバラやフィデル・カストロが中心となってバティスタ独裁政権を倒した1959年のキューバ革命じゃな。その後1961年にはキューバとアメリカが国交を断絶してしまったんじゃ。絶好じゃの。それ以来キューバは閉ざされた国のイメージが重なり、文化や情報などが国の外へ出ることが少なくなったんだ。その閉ざされていた間に世界に知られず活動していたのがわしも大好きなブエナビスタソシアルクラブじゃ。全く世の中に知られてない時期を得て後に復活して世界的に大人気になったのじゃの。国交が断たれて以来すでに世界で大人気だったマンボはアメリカでさらにいろんな要素が混ざってサルサという名前ができたんじゃ。サルサってソースの名前だよね。その通りじゃ。サルサイコールソースじゃの。なのでサルサソースはソースソースという意味になってしまうの。言ってみりゃ頭痛が痛いみたいな感じじゃ。それを置いといてソースにはたくさんの材料が混ざっているな。中南米にはたくさんの国があってそれぞれの文化の味を取り入れアメリカの R&B やソウルなどと混ざり合うことで美味しいサルサが仕上がっていったのじゃの。そうやってマンボはサルサへと変わっていったんだね。そう。そしてサルサも世界へと広がっていったんじゃ。おや、そろそろカチンバメンバーが来たようじゃの。解説はここまでにしてこの後はマンボのステップを紹介してもらうぞ。思いっきり踊ってきんしゃい。オラオラオラ、今日は一緒にマンボのステップを踊ってみたいと思います。イエー。まずは1個目のステップ、つま先ステップ。片足ずつ前に出していきます。ゆっくりいきます。オン、イ、ドス、イ、レ、イ、ワ。オン、イ、ドス、イ、レ、イ、ワ。オン、イ、ドス、イ、レ、イ、ワ。回っていってもいいですよ。レ、イ、ワ。決めるとかっこいいポーズです。へい、みんなこっちおいで。みんなでへい、みんなこっちおいでのポーズ、なんだそれって思うんですけど、それを解説します。まず足を出して、うん、どす、トレス、カトロ、シンコ、セイ、シエテ。へい、みんなこっちおいで。へい、みんなこっちおいで。へい、みんなこっちおいで。ちょっと横を見てやりますね。1、2、3。へい、みんな、こっちおいで。へい、みんな、こっちおいで。へい、みんな、こっちおいで。これに手拍子をつけます。1、2、3、4。へい、みんな、こっちおいで。へい、みんな、こっちおいで。へい、みんな、こっちおいで。はい、みんな、4つのステップやってみたんですけど、次の曲、一緒についてこれたら、ついてきてください。アバイダール。